今日は重大なお知らせがありまして動画を撮っています。YouTube を始めてもうすぐ2年、毎週毎週懲りずに動画を上げてきて、去年からはゲストを招いた動画を作ってきたんですが、もういい加減分かったんです。違うなって。だからもうゲスト動画やめます。これからはもう字を教えたり書かせたりしません。100%対談動画にします。はい。というわけで、釣り動画風味にしてみました。ですね、これまでのゲスト動画、最近は花丸教室と銘打って動画を出していたんですが、次回の分から推し授業として生まれ変わります。話してもらう内容は変わらないんですが、より濃く、より楽しい動画にできたらいいかなと思っています。今後のゲスト回の動画、ざっくり言うと、好きなものを布教しつつ、めちゃくちゃ楽しく話せる場所にしたいと思っています。で、対談形式、リモートなんですけど、とはいえ、ゆる対談っていう感じかなと思います。こう、がっつり、緊迫した空気の中のインタビューとか、そんなんでは全くなくて、今まで通りの、ゆるい感じでお送りしていきたいと思います。で、誰でも OK なんですけどね、基本的に。本当に誰でもいいわけではないです。どっちだっていう話なんですが、99% の人は本当大丈夫かなと思います。自分がその 1% に当てはまるんじゃないかなって不安な方は、ゲストの募集要項の動画をまた新しく作りましたので、そちらをご覧ください。で、前々から私自身も文字を書くっていう要素はどうなんだって思いながらやってきた節があるんですが、この3月の頭くらいにとある出来事がありまして、それをきっかけにもう完全に文字いらんわと思って、吹っ切ることができました。なぜそう思い切れたかっていうことは、次の回のチャコラジでお送りしたいと思います。長くなると思うので、最近ラジオじゃないと本音を言えない人みたいになってきてる節がありますけど、ラジオの回にするとね、平均視聴時間がちゃんと伸びるので、皆さんラジオの方が聞きやすいのかなと思いますので、この動画内では喋りません。はい。というわけで、今日は短いんですが、それだけの動画です。はい。というわけで、次回からゲスト動画、推し授業、お楽しみにしておいてください。ゲストやりたいよっていう方、引き続き募集しておりますので、多くの方に自分の推し、知ってもらいたい、楽しく喋りたい、聞いてくれる人が欲しいっていう人は、ぜひチェックしてみてください。はい。本日の動画は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。